日本放送平筋まいりですこの番組は世の中にあふれる本質の醜いニュースや納得のいかない様々なニュースを取り上げてその当事者をスタジオに招いてとことん議論や解説をしていくそんな番組です須田さんん突然なんですけれども、はい 落語お好きなんですって。何ずれでってほしいと。私一人でいきますよ。あのうちの近所にもですね、してるあの鈴本演芸場っていうですね、定石が定石では常に解説するね、席があるんだけども、そこにもね、時々行きますしね。あの実はですね、私古典落語の名作と言われている加演大河、これをね、語ることができるんですよ。覚えたんです。か覚えた、覚えた。そうなんですか。演唱はやめてこうおじゃんになるといけないから。ちょっといつもと違う顔になりましたね。え。 でも寄せにお顔が入らないんでしょう大きくてよけなこと言うな入る始めよ <laughs> うん、さそんな落語好きの須田さんも嬉しいという桂春長さんが今日お越しくださいます。はい、須田慎一郎のニュースアウトサイダーこの後六時三十分までお付き合いください、はい、本日のお客様は落語家の桂春長さんです それではご紹介します。本日のお客様は落語家の桂春長さんです。あの、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。どうぞよろしくお願い,いします。よろしくお願いいたします。はい、さあ、では桂春長さんのプロフィールをご紹介しましょう。 桂春長さんは1975年大阪府のお生まれです。父である2代目桂春長の死をきっかけに落語家になることを決意して、3代目桂春団寺に入門。2009年に3代目桂春長を襲名されました。 また、昨年から、夕刊富士で、コラム、桂春朝の長の蝶々発誌を執筆されて、政治や外交、メディア論など、絶望鋭い切り口が話題となっています。はい。えー、今日はですね、その桂春長さんに、政治もメディアも、えー、タブー誌なしで、ね、タブーなしで、言、えー、いたい放題、ぶった切っていただきたいと思いますけれども。はい、放送はね、あの、えー、関西方面では放送していないものなので、思いっきりぜひ話していただいて。<laughs> <laughs> ただね、これで、私ね、最初にね、春潮さんの書かれたものを読ませていただいたときに、はいあの、ちょっと不思議な感じがしたんですよ。えー、桂春潮というと、上方落語では大名跡じゃないですか。あ<ー>で、まあ、大物なんです、一言で言ってしまえば、うん、そんな大物が、なんでこんなのやってんだろうってね、非常に、えー、不思議な感じがしたんですけども。あ,ありがとうございます、えー、そんなふうにいいなぜあの、やっぱりこの政治とかね、うんえー、そういったニュースにですね、積極的に関わっていこうとう発信していこうと思われたんですか、そもそもは。 そうですね、まあ、例えば、まあ、私の父親はとにかく思ってることがあったらやっぱりそれは言った方があが聞いてる人そしてあの見てる人のためでもあるしこう言ったら嫌われるんじゃないかとかっていうのは絶対思わない方がいいっていうふうなことを言ってたんですよね。うんで 嫌われる覚悟のないやつっていうのは好かれることもないんだみたいなことの中をずっと言ってたそういう家に育ったんですけども、ええでね、僕昭和50年生まれでしょ、ええでね、結構学校とかではどんな教え方されたか結構、ね、平和教育っていうのは多かったんですよその中で例えば戦争では、ねえええー、日本がも,うものすごく悪かった。ええ 原子爆弾を落とされたとかも、日本が悪かったみたいなことを言う先生もたくさんいらっしゃって、はいはい、で僕らは、そんな悪い国なんだっていうふうに思いながら、あの、幼少の頃というのはそういう教育を受けてきたわけですよね。うん、それが大人になって、いろんな情報を見聞きすると、それは少しなんかこう偏った意見なのではないかなというふうなことを、うんうん、まあ、思い出し始めたり。ええ うん。で、落語家の、あいわゆるこの、本質って一体何なのかなっていうことを考えてた時にね、昔は、やっぱりその、権力とかそういうものに結構抗うのが僕らの仕事だとは思うんですけども、だけど昔はね、結構命がけでそういうのを批判してたと思うんですよ。うん、昔はお侍を揶揄してたわけですよね。でもその頃は、 なんで古典落語って着物着るのかって言ったら、その当時、みんな着物着てたからっていうことなんですけど、はいはい、お侍さんとかを揶揄するのっていうのは、打ち首になる可能性があるのに、それをやって、笑いに変えてたわけですよね。じゃあ、今の権力って一体何なのかっていうことを、僕はすごく考え始めたんですけどもね。 別に、政権とかいうのを批判するっていうのが、うん、じゃあこれが、まあそれも反権力なんだとは思うんですけど、別に自分の身がそれで危険にさらされることっていうのは、まずないと思うんですよ。で、今の権力っていうのを動かしてるところってどんなところなのかなと思ったら、 大体今動かしてるのって、例えばもう、文春であったり、新潮であったりで。文春とか新潮って、僕ら落語家やからなんか落語家の名前かなと思ってしまう <laughs> <laughs> で。実際文春という人も新潮という人もいましたからね。はいはいはい、そうですね。<laughs> すねだけどそれが動かしてるっていうのをこう、あの、見聞きして、あ、そういうところを少し、あの、揶揄するというか、うマスコミというものをうまくなんかこう、 あ,のあれも権力ですよねっていうふうに、少しちょっと笑いに変えていったりすることっていうのは、自分自身はマスコミでお世話になる立場なんで、言ったら、それを言うことっていうのは割に危険なわけじゃないですか。だけども、そこをやっていくというのは、ちょっとこの落語家の本質というものに立ち返ったものなのかなとも思ってるんですけどね、うん。 あのー、これたまたまなんですけどね、うん、あの、勇敢富士で連載、昨年の11月から始まって、ええ桂春長の頂上橋で,でしたっけえー、ねという連載が、はい、たまたま月曜日なもんですか私と一緒なんですよ。あ、そうですか。私も月曜日に夕刊富士で連載持ってるもんですけどね。で、拝見してると、やっぱりどうなんでしょうかね、あのー、なんか大阪発でね、大阪的な視線があって、うんうん、東京のメディアに対して相当、 その厳しい、えー、視線を向けているようにも思えるんですけども、はい、そういった意識ってあるんですかああ、そうですね。それぐらいやっぱり今、東京というものの文化とか発信力っていうのが、うん、大阪はね、もう昔から東京は絶対認めないところっていうのはあったんですよ。うん、だからその、僕はもう絶対阪神ファンですけど、はい、巨人だけに勝っとり、あとはもう負けてもええんだ、<laughs> みたいな感覚はやっぱりあったんだけど、うんはい ところが、競技のね、女子高生が、あの、マクドナルドのことの、何て言いますマック。ですよね。はい、えー。我々はマクドって言うんですよ。そうですよね。ところが、女子高生が、<laughs> マックって言い始めてるんですよ。ああ、大阪のです、ね、<laughs> そうですか。これは、めちゃくちゃショックなのですね。えー ある種の文化の破壊みたいなもんですか <laughs> <laughs> それであの、落語家さんが来られた時も、まあこれはどうかと思うけど、するってとって言った時,時点で大阪人は絶対に笑わないっていう、な,ね、なんかね、そういうね、そういうね、気概を変に持ってたんですよ。うん、絶対認めないと。うん、ところが今、フェスティバルホールなんかでもダンシュン兄さんがやったら2700人常にいっぱいなるし、うんええ、東京落語大好き。 ね、これで女子高生はマック言うと、これはまあ別にそのことはいいと思うんですけど、どん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 東京からの情報っていうものに、えー、流されていってるところっていうのも大阪の人たちはあると思うんですよね。ということは、東京が発信するものっていうのは、すすごく重要なんですよだからわれわれ大阪人っていうのは、ある種、の東京のメディアに対しての野党みたいにならんと、あかんのちゃうのというふうなところはちょっとだけ思ってます。 そういった点で言うと、その、えー、大阪がっていう、関西の野党精神、これよくわかりますよ。わかるでしょう。内に対しても、か民に対してもね。はいほら。やっぱり、その江戸、えー、江戸時代だったら、江戸城は東京にあるし、うん、明治政府も東京にあったし、今だってね、国会や、うん、えー、総理大臣は東京にいるわけだから、それに対する野党精神っていうのはね、やっぱり大阪人とのは、 忘れていけない。ただ、その一方で、それになんか侵食されてるような、ま、はい、あ状況っていうのは、飲み込まれつつあるのかなうの。なんかそこを、まあ、どっかで、あのー、食い止めたいところって、食い止めたいというかな、何か、本当のことって一体何なのかっていうのを、あの、追求していく。やっぱり、 あの東京というのは仕方がないと思うんですけど、多くの経済というものがそこに存在しますから、うん、やっぱりあの言うことがあのまともに言えないところというのも、絶対あって当たり前だと思うんですよね、うん、でも、まあ、大阪はその分がちょっと軽いので、うん、やっぱり何かしらこう言えることっていうのは、堂々と言っていこうよっていうところというのは、持っときたいなと思ってますけど。うん 本日のお客様は落語家の桂春長さんですただどうなんでしょうねこれまでその落語家さんを含めたね、えー、方々の,その権力批判っていうと、うん、例えば桂歌丸さんに代表されるように、はい、どちらかというと政府・与党といったような、ん、そういった権力批判が私は中心っていうかよく目についたんですよ。えー、あの春潮さんの場合どちらかというとんでしょうねその今の,その野党といったらいいんですかね あの例えば、森かけ報道に対する、うんえー、朝日新聞に対する批判であるとか、あるいはその民進党、あるいは今の立憲民主党に対する批判であるとか、うん、どっちかっていうと、ちょっと、えー、新しさを感じるんですけども、はい、そのあたりなんか意識されてるんですか大体、ピリッと忘れ、えーね、聞かせようとすると、どっちかというと自民党はけしからんとかね、<laughs> そういう方向に行くじゃないですか、普通は。そ<ー>、えー、そうですねうんなんかそれに なんか、が、それをやっとけばいいみたいになってるところというのが、今の世の中ってあるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。うん、とにかく、その、政権というのを批判しておけばいいと。うんうん、だけど、その、僕らはやっぱ知りたいのは事実っていうのをこの目の前に全部置いて、うん、みんながその事実というものを考えるっていうような世の中でありたいなと思う。 で、沖縄、私、あの、沖縄戦の話も、あの、作ったんですよ。えー、でこれは、去年なんですけど、まあ、ひめり学徒隊とある特攻隊員に、えー、あの、まつわる新作落語で、1時間15分で、ちょっと長編になったんですけど、えーえー えー、二来家内で会いましょうっていうね、うんあのー、自分なりの新作を作って、それで毎年のように僕は沖縄に行ってて、あのずっとずっと感じてることなんだけど、うん、沖縄ってみんながその基地反対っていうようなことなのか、うん、と、僕ら思っていたわけですよね、うん、だけど、そのみんなに聞いてみれば、えー、沖縄人の、ね、大半は僕ね、答えが出せないことに悩んでいらっしゃる方が多かったんですよね。うんうんうん それこそお今、あんな風になんにオスプレイがなんか落ちたりとか,、ね、なんか墜落したりとかするっていうのもあるし、うん、もしもその米軍っていうのがなければその中国がすっと来てもうこの島は終わっちゃうと日本でなくなると。うん、ということは答えなんか簡単に出せないでしょと。うん いうことに悩んでるんだよと。うん、で、向こうって沖縄タイムズと琉球新報っていうね、はいはい、どっちかというとリベラルな新聞があって、うん、で、こちら、八重山日報っていう新聞社っていうのは、どちらかといえば、はい、保守的ですよね。はいはい、この、なんでこんなに両極180度違うな新聞が存在するのみたいなことを聞くと、それは八重山という、例えば石垣島とかあの辺りが国防の最前線に立ってるからだっていうふうなことを、うん 皆さんんがおっっしゃったんですようん、うん、それをファッと聞いてもあ、やっぱりこれ、事実っていうのを目の前に全部置いて、うん、あのリアルにこの世の中っていうのを考え、悩んでいくことっていうのが必要なんじゃないのかと、うん、ところがやっぱり今、メディアはどこも、そのどちらかといえば、安易に批判だけしておけば、政権とかをね。うんうん それをしておけばいいというものに流されていって、別にそれが僕悪いとは思わないんだけど、うん、あって必要だと思うんだけど、だけども、国民がその情報だけを与えられて、なんか、それだけで頭が洗脳されていくのって、本当にいい決定ができるのかなっていうふうな、うん、いい判断がつくのかなという疑問を、 ずっとなんか持ち続けてるんですよねただ、あのうん、私も全く同感なんだけども、うん、その全部事実をさらけ出して、うん、その中でフラットにね、議論していきましょう。はい、これ大賛成なんですよ。うん、ただ、今、沖縄をどうなんですよね、取り囲む空気感というのかな、はいえー、状況というのは、それを許さないような、うん、要するに、えー、基地はけしからんとかね。 で私もあのご存知ですかね「あのニュース女子」というとんでもない番組がありましてね <laughs>、えー、そこで沖縄問題取り上げた時にですね本当に、えー、沖縄の人たちは岸、えー、に全員反対なのかっていう、まあ、そういう、まあ、視点でといってるんですか問題意識で、うん、スタートしたらですね、うん それは沖縄差別だとかね、猛烈な批判が来るんですよ。うん、やっぱり、米軍はけしからん。ね、えー、それを出て行ってもらわなきゃならない。しがって、兵の国地点がとんでもないんだと。うん、これを反対するのが沖縄、オール沖縄の意志なんだっていう、それに一つ一色にですね、塗り潰されて、それにちょっとでも批判をすると、猛烈な、 反発が返ってくるというね、うん、沖縄独特の空気感があるのかなと私は思いますけどね。でも僕は沖縄の人にもたくさん友達がいて、ね、あの、肌で、聞いた肌で感じることっていうのは、そろそろオール沖縄っていう言い方やめてほしいんだって言っている沖縄の方々もいらっしゃって。す,すごい情報ですね。でと、というのはね、ここ5戦でね、ねあの、最近の5戦、あの、えー、5回戦ってて、うん その、いわゆるその、オール沖縄っていうところと、その、反オール沖縄っていうところで、反、うん、が3勝2敗なんですよ。<laughs> ということは、オール沖縄って言って、言ったら、その、それだけ負け越してるならば、沖縄にその民意があるっていうのはこれ確かですよ。ええ、だけど、そうじゃないところの話っていうのも、あるのかなと思ってしまう、 わけですよね。うん、それを言うことというのが本当にあのダメなことなのかっていう自分の中でも答えが見つからないんですよね。うん、このことに対して。でも東島もやっぱりニュース番組を担当していて、うん、そのあたりのこう違和感って言ってもかな感じない。例えば沖縄でいうとこうさっきの選挙ではあの反ね。 移設を反対っていうところが、落選したわけじゃないですか、えー、市長選で。えー、で、そういうのを、こう、民意だと取るべきなのか、こう、はたまた、その、住んでる方の、お知り合いのっていう声も、それも本当の声だと思うんですよ。はい、そうなった時に、こう、自分の中で判断していくっていう、その感覚が難しいですよね。うん。で、もう一点ね、その沖縄のその基地の問題で、なんであんな骨肉の争いになっちゃうんですかね。<laughs> なんかこう、話し合いすらも許さない空気って、 あるじゃないですかうんやっぱりうもそれはやっぱり地元の人も、えーまあまあ、春蝶さんとこうやって面と向かって話するぐらいはレベルはいいけどそういうふうに声を上げるとかそういうのはできないっていうふうなことはやっぱりおっしゃってますよねだけど例えば稲峰さんもいろいろ政策はあったんでしょうけど、えー、反基地っていうの以外では。 あの、パンダを誘致するとかね。なんかそういうことで戦っていらっしゃったところというのもあったんでしょえええええ。えら連れてくるみたいな。連れてくるみたいな。ええ、だからその、やっぱり、ちょっと、三千何百票、あの、上回ったのがね、え、うん、戸口さんですか、ええええ。やっぱりその、いろんな政策っていうのをきちんと出して、その名護の方々も、あまあ、いわゆるそれをリアルに見て、現実的に考えたのではないんですかね。うん、でも、やっぱり、 あそこにその米軍の基地があれだけあるっていうのが事実でありますからもう少し特別な政策っていうのも,、うん、もう目にも見えて分かるようにつけてあげるとか例えば沖縄の県民のカード持ってたらもう消費税はゼロにするとか <laughs> <laughs> 分からないですけどそれぐらいなんか思い切った、うん、あのお願いしますっていう風なことはやらないといけないのかなとは思いますが。 ツイッター上ではたびたび炎上してるそうですね。で、僕、笑っちゃったのが面白いのが、うん、え、何あの、東京新聞、東京新聞って書いてありませんが、えー、もちいとこ記者の本質は、上西さゆりさんと一緒ってツイートしたら、上西さゆり議員が、桂春,春長という落語家は、万死に値する <laughs> <laughs> 言われましたね。たあのえっと、えっとえっと、ね。 あの米朝も、もうクソみたいな感じで、<laughs> そう人間国宝に対して、<laughs> やっちゃったんですか、えー、いや、そう言ってはりましたよ。えー、で上方落語滅びろみたいな、えー、まあ言うたらそのあの、レッズと同じような、えー、<laughs> そうになっちゃったんですけど、まあ、やっぱでもあの人はその、まあ、いわゆるその炎上家でしょ、炎上商法ですもんね、うんえー、だからちょっと、あのお先がちょっとあの暗いので。うん あのどこかに放火しなければ、その見えないんでしょうね、うんうん、ここに進んでいくんだっていうのが、だからその、私をあの燃やしていただけて、あの方が少しでもそれで前に進めるならば、<laughs> それはまあ、人助けだと思っていいんだけど優し、望月 <laughs> <laughs> いとこ記者の本人は、ウィイサイさんと一緒って、この,あの意味はどういう意味なんですか <笑><笑>まあ、いわゆるその、えー、支持者がやっぱりいらっしゃいますよね。えーえー、そういうメディアの方にもはい、はい、支持者がいらっしゃって、うんまあ、彼女はだからそのアイドルのような状態になっているわけですから、ねうん、やっぱりその期待に応えてあげないといけないというところが、ねうん、しかしそれが、そのジャーナリズムというところの本線からあまりにも外れてるものならば、 まあ、上西さんよりっていうふうなことを思ってしまうわれわれの感情っていうのも分かっていただけますかっていうレベルの話です、ね、うういやそういう点でやっぱりね、<え>あのねだてやすいけど本質ついてますよ、われわれに言えません、そんなこと、怖くて、いろんな顔、ねね、こういう記者っていうのは人間関係ありますから、ここで望月記者を批判するときは、果たしてどういうふうな、えー、反応が返ってくるかなということを考えちゃいますからね。うん うん、いやだからそ今僕あれですよだからその落語家のことを言えって言われたら僕も結構辛いかもなんですよ聞きそうですからねあのまあ勇敢富士の連載は維持できても <laughs> 絶対東京新聞からは、はい、あの原稿依頼来,来ないでしょうね仕事一つなくしたようなツイートなんですがあの最後にですね、えーまあ、東京のメディアにもの申したいことこうあってほしいこと何かあったらっと一言ずらっと言って。 いいいたただきたいなと思いますけどもうーん、まあこれからは割に僕みたいな人間も増えていくんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどもね、うん、新しいあの感覚の中意見っていうのがどんどん、うん、あの出てくると思うんですけど、うん、まあどうかその多様性っていうのをどんどん認めてもらって、うん、あのいっぱいいっぱいいろんな意見の人を、うん、あの出して。 いただけるような、うん、そういうメディアであってほしいなあっていうのは、すごく思います。ねちょっと肝にイメージでね、それをね、この番組を運営していきたいなと。うん、まあ、しゅさんも、ということは二度と呼ばれないってことですよね。<laughs> <laughs> そうおっしゃらず。そう、私は、はい、ぜひ、お願いします、はい。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日のお客様は桂春蝶さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 本日のお客様は桂春長さんでしたうんあのかつてのね落語家さんとか芸人さんっていうとやっぱり社会風刺っていうのも。 あのー、一つのゲだったんですよ、ね、ところが最近はねあんまりそういったところにチャレンジする人がいなくなってねあのー、だから、えー、ウーマンラッシュアーの村本さんとかね、はいえー、ああいった方が出てきてまあねもっともそういった社会の事象に対していろいろと発言とかそのーまあ、ゲ芸というのかなそういうとこやってほしいななんて思いましたけどね、うん、まああの春蝶さんそういった意味で言うと非常に新しいことにチャレンジしてるななんて思いましたそうですね春蝶さんに声褒められてますかね 人を感動させるのは皆さん低音だそうですよ来週もどうぞお聞きくださいお,お,お相手は須田慎一郎と日本放送の東島入りでした。反対っていうようなことなのか、うん、と僕ら思っていたわけですよね、うん、だけどそのみんなに聞いてみれば a、えー、沖縄人のね大半はの、ね、僕ね答えが出せないことに悩んでいらっしゃる方が多かったんですよね、うんうんうん それこそ、今、あんな風になんかオスプレイがなんか落ちたりとか、ね、なんか墜落したりとかするっていうのもあるし、うん、もしもその米軍っていうのがなければ、その中国がスッと来て、もうこの島は終わっちゃうと。日本でなくなると。うん、ということは、答えなんか簡単に出せないでしょ、と。うん いうことに悩んでるんだよと。うん、で、向こうって沖縄タイムズと琉球新報っていうね、はいはい、どっちかというとリベラルな新聞があって、うん、で、こちら、八重山日報っていう新聞社っていうのは、どちらかといえば保守的ですよね。この、なんでこんなに両極180度違うな新聞が存在するのみたいなことを聞くと、それは八重山という、例えば石垣島とかあの辺りが、国防の最前線に立ってるからだっていうふうなことを、うん 皆さんがおっしゃったんですよ。うんうん、それをファッと聞いてもあ、やっぱりこれ、事実っていうのを目の前に全部置いて、うん、あの、リアルにこの世の中っていうのを考え、悩んでいくことっていうのが必要なんじゃないのかと。うん、ところがやっぱり今、メディアはどこも、その、どちらかといえば、安易に批判だけしておけば、政権とかをね。うんうん それを知っておけばいいというものに流されていって、別にそれが僕悪いと思わないんだけど、うん、あって必要だと思うんだけど、だけども、国民がその情報だけを与えられて、なんか、それだけで頭が洗脳されていくのって、本当にいい決定ができるのかなっていうふうな、うん、いい判断がつくのかなという疑問を、 ずっとなんか持ち続けてるんですよね。ただ、あの、うん、私は全く同感なんだけども、うん、その全部事実をさらけ出して、その中でフラットにね。うん はい、議論ししていきましょうこれ大声なんですよ、うん、ただ、今、沖縄をどうなんでしょうね、取り囲む空気感っていうのかな、はい、え状況っていうのは、それを許さないような、要するに、えー、基地は消しからんとかね。で、私も、あの、ご存知ですかね、あの、ニュース女子っていう、とんでもない番組がありましたね。<laughs> えー、そこで沖縄問題取り上げたときにですね、<laughs> あの、本当に、えー、沖縄の人たちは、えー、基地に全員反対なのかっていう、まあ、そういう、まあ、視点でと言ったるんですか、ね、問題意識で、えー、スタートしたらですね、うん、それは沖縄差別だとかね、物別な批判が 来るんですよ、うん、やっぱり、米軍はけしからん。ね、えー、それを出て行ってもらわなきゃならない。しらって、兵の子騎士なんかとんでもないんだと。うん、これを反対するのが、沖縄、オール沖縄の意思なんだっていう、それに一つ一色にですね、塗り潰されて、それにちょっとでも批判をすると、猛烈な反発が返ってくるというね。うん、沖縄独特のちょっと空気感があるのかなと私は思いますけどね。でも僕は、沖縄の人にもたくさん友達がいて、ね、あの、肌で、聞いた肌で感じることっていうのは、 そろそろオール沖縄っていう言い方やめてほしいんだって言っている沖縄の方々もいらっしゃって。す,すごい情報ですねでと。というのはね、ここ5戦でね、あの、最近の5戦、あの、えー、5回戦ってて、そのいわゆるそのオール沖縄っていうところと、その反、オール沖縄っていうところで、反、うん、が3勝2敗なんですよ。<laughs> ということは、オール沖縄って言って、言ったら、 そ,のそれだけ負け越してるならば沖縄にその民意があるっていうのはこのわけですよねそれが大人になっていろんな情報を見聞きするとそれは少し何かこう偏った意見なのではないかなというふうなことをまあ思い出し始めたりうんで落語家のあいわゆるこの。 本質って一体何なのかなということを考えてた時にね。昔は、やっぱりその、権力とかそういうものに結構抗うのが僕らの仕事だとは思うんですけども。だけど昔はね、結構命がけでそういうのを批判してたと思うんですよ。昔はお侍を揶揄してたわけですよね。でもその頃は、なんで古典落語って着物着るのかって言ったら、 その当時みんな着物着てたからっていうことなんですけど、お侍さんとかを揶揄するのっていうのは打ち首になる可能性があるのにそれをやって笑いに変えてたわけですよね。じゃあ今の権力って一体何なのかっていうことを僕はすごく考え始めたんですけどもね。別に政権とかいうのを批判するっていうのが、じゃあこれが、 まあそれも反権力なんだとは思うんですけど、別に自分の身がそれで危険にさらされることっていうのは、まずないと思うんですよ。で、今の権力っていうのを動かしてるところってどんなところなのかなと思ったら、 大体今動かしてるのって、例えばもう、文春であったり、新長であったり。で文春とか新長って、僕ら落語家やからなんか落語家の名前かなと思ってしまう <laughs> <laughs> で。実際文春という人も新長という人もいましたから、ねはいはいはい。そうですね。<laughs> すねだけどそれが動かしてるっていうのをこう、あの、見聞きして、あ、そういうところを少し、あの、揶揄するというか、うマスコミというものをうまくなんかこう、 あ,のあれも権力ですよねっていうふうに少しちょっと笑いに変えていったりすることっていうのは自分自身はマスコミでお世話になる立場なんで言ったらそれを言うことっていうのは割に危険なわけじゃないですかだけどもそこをやっていくというのはちょっとこの落語家の本質というものに立ち返ったものなのかなとも思ってるんですけどね、うん あのー、これたまたまなんですけどね、うん、あの、夕刊うおじで連載、昨年の11月から始まって、ええー、かつ春長の上々橋でしたっけ,たっけ、えー、ねという連載がある。はい、たまたま月曜日なもんですか私と一緒なんですよ。あ、そうですか私も月曜日に夕刊うおじで連載持ってるもんですよね。はいえー、で、拝見してると、やっぱりどうなんでしょうかね、あのー、なんか大阪発でね、大阪的な視線があって、うんうん、東京のメディアに対して相当、 その厳しい、えー、視線を向けてるようにも思えるんですけども、はい、そういった意識ってあるんですかああ、そうですね、それぐらいやっぱり今、東京というものの文化とか、発信力っていうのが、うん、大阪はね、もう昔から東京は絶対認めないところっていうのはあったんですよ。うん、だから、そのは僕はもう絶対阪神ファンですけど、うん、巨人だけに勝っとり、あとはもう負けてもええんだ <laughs> みたいな感覚はやっぱりあったんだけど、うんはい ところが、今日日のね、女子高生が、あの、マクドナルドのことの、なんて言いますマック。ですよね。はい、えー。我々はマクドって言うんですよ。そうですよね。ところが、女子高生が、マックって言い始めてるんですよ。<laughs> ああ、大阪のです、ね、<laughs> そうですか。これは、めちゃくちゃショックなのですね。えー ある種のの文化の破壊みたいなもんですかそれであの落語家さんが来られた時もまあこれはどうかと思うけどこれ確かですよ、ええ、だけどそうじゃないところの話っていうのもあるのかなと思ってしまうわけですよねそれを言うことというのが本当にあのダメなことなのかっていう自分の中でも 答えが見つからないんですよね。このことに対して。でも東島もやっぱりニュース番組を担当していて、そのあたりのこう違和感って言ってるのかなえーえー、感じない例えば沖縄でいうと、こう、さっきの選挙では、あの、反、ね、移設を反対っていうところが落選したわけじゃないですか、えー、市長選で。えー、で、そういうのをこう、ミーだと取るべきなのか、 こうはたまたその住んでる方のお知り合いのという声もそれも本当の声だと思うんですよ、はい。そうなった時にこに自分の中で判断していくってその感覚が難しいですよねうん。でもう一点ね、うん、その沖縄の,その基地の問題で何であんな骨肉の争いになっちゃうんですかね。<laughs> なんかこう話し合いすらも許さない空気ってあるじゃないですか。もっと冷静になって話そうよっていう。やって 面と向かって話するぐらいはレベルはいいけど、そういうふうに声を上げるとか、そういうのはできないっていうふうなことは、やっぱりおっしゃってますよね。だけど、例えば稲峰さんもいろいろ政策はあったんでしょうけど、えー、反基地っていうのを意外では、あの、パンダを誘致するとかね、なんかそういうことで戦っていらっしゃったところというのもあったんでしょ <laughs> うえー、えー、ええー、だから、連れてくるみたいな。えーえー、連れてくるみたいな。だから、その、やっぱり、 ちょっと3000何百票あの上回ったのがね、うん、え戸口さんですか、うんえー、やっぱりそのいろんな政策っていうのをきちんと出して、その名護の方々も、あまあ、いわゆるそれをリアルに見て、現実的に考えたのではないんですかね。うん、でもやっぱり、あそこにその米軍の基地があれだけあるっていうのが事実でありますから、うん、やっぱりもう少し特別な政策っていうのも。うん もう目にも見えて分かるようにつけてあげるとかね、例え、うん、沖縄の県民のカード持ってたら、もう消費税はゼロにするとか、<laughs> <laughs> 分かんないですけど、それぐらいだから思い切った、うん、あのお願いしますっていうふうなことはやらないといけないのかなとは思いますが、ね、しかし、ちょっと話変わりますけどね、はい、なんか新んさん、ツイッター上ではたびたび炎上してるそうですね、で僕、笑っちゃったのが面白いのが、うん、えなにあ何 東京新聞、東京新聞で書いてありませんが、えー、望月いとこ記者の本質は、上西小百合さんと一緒ってツイートしたら、上西小百合議員が、桂春長という落語家は、<laughs> <laughs> 言われましたね。言われましたね。あの、えっと、えっと、ねあの、米朝も、もう、クソみたいな感じで。 そう人間国宝に対して。<laughs> やっちゃったんですか、えー、いや、そう言ってはりましたよ。えー、で上方落語滅びろみたいな。えー、まあ言うたらその、あのレッズと同じような。そうになっちゃったっ。ですけど。まあ、やっぱでもあの人はその、まあ、いわゆるその炎上家でしょ。炎上商法ですもんね、うんえー。だからちょっと、あのお先がちょっとあの暗いので、うんあの、どこかに放火しなければ、その 見えないんでしょうね。うここに進んでいくんだっていうのが。まあだからその、私を、あの、燃やしていただけて、あの方が少しでもそれで、前に進めるならば、<laughs> それはまあ、人助けだと思っていいんだ優しいな <laughs> <laughs> で、あの、もちきいとこ記者のおみそさえ、するってとって言った時,時点で、大阪人は絶対に笑わないっていう、な,なんかね、そういうね、 そういうね、気概を変に持ってたんですよ。うん、絶対認めないと。うん、ところが今、フェスティバルホールなんかでも、ダンシュン兄さんがやったら、2700人常にいっぱいになるし、うんえー、東京落語大好き。うん、ね。で、女子高生はマック言うと。これはまあ別に、そのことはいいと思うんですけど、どん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 東京からの情報っていうものに、えー、流されていってるところっていうのも大阪の人たちはあると思うんですよね。うん、ということは、東京が発信するものっていうのは、 すごく重要なんですよ。だから我々大阪人というのは、ある種、その東京のメディアに対しての野党みたいにならんと、あかんのちゃうのというふうなところは、ちょっとだけ思ってます。 そういった点で言うと、その、えー、大阪がっていう関西の野党精神、これよくわかりますよ。わかるでしょ。内に対しても、おかみに対してもね、はい、らやっぱりその江戸、えー、江戸時代だったら江戸城は東京にあるし、うん、明治政府も東京にあったし、今だってね、国会や、うんえー、総理大臣は東京にいるわけだから、それに対する野党精神っていうのはね、やっぱり大阪人ってのは、 忘れていけないただ、その一方で、それになんか侵食されてるような状況っていうのは、飲み込まれつつあるのかなのなんかそこを、まあ、どっかで、あのー、食い止めたいところって、食い止めたいというかな、何か本当のことって一体何なのかっていうのを、うん、あの追求していく。やっぱり あの東京というのは仕方がないと思うんですけど、多くの経済というものがそこに存在しますから、やっぱりあの言うことがあのまともに言えないところというのも、絶対あって当たり前だと思うんですよねでも、大阪はその分がちょっと軽いので、やっぱり何かしらこう言えることっていうのは、堂々と言っていこうよっていうところというのは、持っときたいなと思ってますけどね。 本日のお客様は落語家の桂春條さんです。 ただどうなんでしょうね、これまで、その落語家さんを含めたね、えー、方々のその権力批判っていうと、うん、例えば、桂歌丸さんに代表されるように、はい、どちらかというと政府・与党といったような,な、うん、そういった権力批判が、私は中心っていうか、よく目についたんですよ。えー、あの、春秋さんの場合、どちらかというと、なんでしょうね、その、今の、その野党といったらいいんですかね、あの、例えば、えー、森かけ報道に対する、うんえー、朝日新聞に対する批判であるとか、うん、あるいは、その、民進党、 あるいは今の立憲民主党に対する批判であるとか、うん、どっちかっていうと、ちょっと、えー、新しさを感じるんですけども、はい、そのあたりなんか意識されてるんですか、大体<し>、いいこう、はい、ピリッと忘れ、えーね、聞かせようとすると、どっちかというと、自民党はけしからんとかね、<laughs> そういう方向に行くじゃないですか、普通は。あ<ー>、えー、あ、そうですね。うん、なんか、それに、なんかが、それをやっとけばいいみたいになってるところっていうのが。 今の世の中ってあるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。うん、とにかくその政権というのを批判しておけばいいと。うんうん、だけどその僕らはやっぱ知りたいのは事実っていうのをこの目の前に全部置いて、うん、みんながその事実というものを考えるっていうような世の中でありたいなと思う。 沖縄私あの、沖縄戦の話もあの作ったんですよ<ー>で、これは去年なんですけど、ひ、ま、め、あ、入り学徒隊とある特攻隊員に<ー>あのまつわる新作、落語で、1時間15分のちょっと長編になったんですけど、えー、二来行かないで会いましょうっていうね<ー>あの、自分なりの新作を作って、それで毎年のように僕は沖縄に行ってて、あのずっとずっと感じてることなんだけど、<ー>まあ、沖縄ってみんながその基地、本番。 顔は怖いが心は優しい須田慎次郎ですこんばんは日本放送東島入りですこの番組は世の中に溢れる本質と見にくいニュースや納得のいかないさまざまなニュースを取り上げてその当事者をスタジオに招いてとことん議論や解説をしていくそんな番組です須田さん突然なんですけれども、はい、落語お好きなんですって何連れてほしいという。<laughs> 私一人で行きますよあのうちの近所にもですね知ってる、ね、あの鈴本演芸場っていうですね、えーえー、定石が定石っては常に、えー、解説するね次があるんだけども そこにもね時々行きますしね<ー>あの実はですね私古典落語の名作と言われている火炎太鼓、えー、これをね語ることができるんですよえ覚えたんですか、ね、覚えた覚えたそうなんですか鑑賞はやめておこうおじゃんになるといけないからか <laughs> ちょっといつもと違う顔になりましたねでも寄せにお顔が入らないんでしょ大きくて余計なこと言わなもう入る始めよう <laughs> さあそんな落語好きの須田さんも嬉しいという桂春朝さんが今日お越しくださいます、はい、須田慎一郎の「ニュースアウトサイダー」この後六6時30分までお付き合いください 本日のお客様は、落語家の桂春らさんです。それでは、ご紹介します。本日のお客様は、落語家の桂春らさんです。あの、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。いたします。さあ、では、桂春らさんのプロフィールをご紹介しましょう。 桂春長さんは1975年大阪府のお生まれです。父である二代目桂春長の死をきっかけに落語家になることを決意して、三代目桂春団子に入門。2009年に三代目桂春長を襲名されました。 また、昨年から、夕刊富士で、コラム、桂春の長の蝶々発誌を執筆されて、政治や外交、メディア論など、絶望鋭い切り口が話題となっています。はい。えー、今日はですね、その桂春長さんに、政治もメディアも、えー、タブー誌なしで、ね、タブーなしで、言、えー、いたい放題、ぶった切っていただきたいと思いますけれども、はい、放送はね、あの、えー、関西方面では放送していないものなので、思いっきりぜひ話していただいて。<laughs> <laughs> ただね、これで、私ね、最初にね、春長さんの書かれたものを読ませていただいたときに、はい、あの、ちょっと不思議な感じがしたんですよ。えー、え。かつら春長というと、上方落語では大名ぎじゃないですか。ああ<ー>。で、まあ、大物なんですま毎日一言で言ってしまえば。うん、そんな大物が、なんでこんなのやってんだろうってね、非常に、えー、不思議な感じがしたんですけども。あ,ありがとうございます。えー、そんな風に言ってで、なぜ、あの、やっぱりこの政治とかね、うんえー、そういったニュースにですね、積極的に関わっていこうという、発信していこうと思われたんですか、そもそもは。 そうですね、まあ、例えば、まあ、私の父親は、とにかく思ってることがあったら、やっぱりそれは言った方があが、聞いてる人、そしてあの見てる人のためでもあるし、うんで、なんかこう言ったら嫌われるんじゃないかとかっていうのは、絶対思わない方がいいっていうふうなことを言ってたんですよね。うんで 嫌われる覚悟のないやつっていうのは好かれることもないんだみたいなことをなんかずっと言ってたそういう家に育ったんですけども、ええでね、僕昭和50年生まれでしょ、ええでね、結構学校とかではどんな教え方されたか結構ね平和教育っていうのは多かったんですよその中で、ええ、あの、まあ、例えば戦争ではね、えええー、日本がも,うものすごく悪かった、ええ 原子爆弾を落とされたとかも日本が悪かったみたいなことを言う先生もたくさんいらっしゃってはい、はい、で僕らは,はそんな悪い国なんだっていうふうに思いながらあの幼少の頃というのはそういう教育を受けてきた。